グラビティデイズ2、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、100年前のことがだんだん分かってきているところからですね。いやー、こうやって分かっていくのいいな。でもまさかシドがさ、あのシドがよ、こんな関わり方してくると思わなかったな。てか、警務隊とかは、あれはどういう感じなんだろうな。これでもこうやったら飛べる、これ。こっから無理だよね。下行っちゃうか。こっからだったら戻れるか。やばい、危ねえ。で、まあ、一個ずつ。OKOK。よし、これで。よし、ジョアルファは無能だ。ここですべきだと元老委員長に申せるのだ。いや、アラ様は王にふさわしい寛大な心の持ち主だ。ただ今はまだ知識と経験が足りないだけだ。お前には失望した。え、エイリアスが指導ってこと？ってことは、え、これ以上見るのが怖い。そういうこと？いや、これは、やっといた方がいいのか。やっといて、向きが変わったときに、OK。こういって、OK。つなげて、あそこどうやろうかな。いやでも、あの辺やってからじゃないと無理なのかな。まあ、できるとこからやっていくか。これで下とか上とかに行くわけでも。行くわけだ。こうだ。こうだ。で、こいつを下げるんだ。面白いな。面白いな、このゲーム、やっぱ。よし。やった。はい。ここは完成。あとはこいつを多分下に下ろしていけば。ここまでつながってるから、あとこいつか。
よし。私は上層の町エトの女王アルハ。火砲の民よ、暗黒の海が町を飲み込む前にエトを目指すのです。私はあなたたちを受け入れます。私は諦めない。誰も悲しませずに住む日が来るまで。そうだ、私はこの後処分じゃないけどされたんかな。これはいや無理か。こう言って繋がった。で、そっちに。これ、飛べ。あ、いけるいける。これ、飛べる？ここ。あ、いけるいける。意外といける。よいしょ。よしよし。これが最後なのかな？これが僕と君との最後の思い出。さよならキトゥン。シド、ねえ待って。キセル、お願い、早く手を。アラダ様、あなたは異物なのです。あなたさえいなくなれば全ては滞りなく正しく進む。何言ってるの、私は女王よ。命が惜しくは水晶を出しなさい。あなたがくだらないメッセージを記録した水晶ですよ。そんなのもうない。お願い早くして。ああ、もう手が。ならば、あなたはもう用なしだ。真の女王ならば、四五十の加護があるはず。しかしここにいるあなたは、ただの力なき愚者。誰か助けて、指導。その時私は生まれて初めて心から己の無力さを憎んだ。これが100年前の真実。ヘキサビルでキトゥンとして生きる前、アルハだった頃の記憶。やっぱ死ぬっていうタイミングで目覚めたのか、守護獣が。僕はこの世界がいつの日か無に帰る、その瞬間までただ憶測、観測するだけの存在だった。だが君の強い後悔の思念と、彼の君を守りたいという思念が、傍観者だった僕を目覚めさせ、終末を回避する我が系と導いた。ヘキサビルに現れた指導は、彼がこうありたいと願った姿に、僕は
不正規の命を与えたものだ。あんな感じでいいんだ。人の子の思いは時に神を動かすか。いえ、そもそもこの世は神の夢ではなく人の子の夢なのかもしれません。どちらだとしても、そろそろ我々も世界の断りに準じなければいけない。これがわしの最後の導き者、クロウとヘキサビルの民がお前を待っておる。強い。火はやがて灰に。私がやらねば、私が奴を止める。おお、動かせんの？やった。ほら、お、めっちゃいい。ただこれ倒すのが目的じゃないのか。とりあえず行けるとこまで。重力使い、早く手を貸せ。どこ？ああ、すぐに向かう。強力な衝撃波です。回避してください。ほら、使うか。あれ、技使ったのにな。ほら、やった。よいしょ。ああ、なくなった。ほら、めっちゃ連打できるなこれ。どこ？いた。あいつは一体何をしてるんだ。あ、くそ、やばい。ちょっと離れるか。無理か。なんか投げるやつないか。くそ、投げれるもんがないのか。あんなバチバチしてるやつどこすりゃいいんだよ。消えた？どこ？いた。ほら、あれ。よし。メルディー！ブブレ！いた。よし。ああ、くそ。はい。クロウの方が強くない？またシールドかよ。ネビー、ん？ああ、ミサイル？あれか？あれだ。これ持って。行くぞ。ほら、よっと。やばい。ガルダ発動。注意！ユニカ！ああ
そんなする？このままでは町の人々も皆、私には何も守りきることができないのか。今の声は、あいつの声だ。あいつが私に何かを伝えようと。そうだ、お前と私は繋がっている。二人はいつだって諦めるわけにはいかない。町と人々を守らねば。やばい、死にそうだ。HP が、あ、でも、あれか。持続的に回復できるんだっけ？してる回復。やばい、ちょっと待って、死ぬ。あ、死んだわ。あんな熱い曲の時に、死ぬのダサいな。お、全部回復しとる。ありがたい。ほら、もうゴリ押しでいけるだろう。無理かな、無理かな、無理かも、無理かも。痛いけ、痛いけ。回復は？回復どこにある？曲めっちゃいいな。回復落ちてなくね？よし、投げた方が強いのでは。フェイタルムーブ。蘇生か。増えてる。もう無理だよ。私もここまでか。干渉の近況は神とって例外ではありません。まもなく私も。ああ、消えていくんだ。想像しよう。あなたはなすべきことをなした。古き神はただ消え去るのみじゃな。ああ、間に合わなかったね。おばあちゃんはいつも帰りが遅いから。僕は今とても最高の気分だ。ここで一旦区切ろうか。次回来てんの最終決戦なのかな。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。